三木英理は、日本の女性重量上げ選手。日本の女性警察官。大阪伏見吉警察署地域課巡査。兵庫県小野市出身。小野市立小野中学校を経て、兵庫県立三木東高等学校へ進学し、ウェイトリフティング部で全国大会優勝を果たす。2011年に、早稲田大学スポーツ科学部スポーツ科学科に進学。2015年、 おじや妹らが警察官ということもあり、競技を通じて多くの人からもらった支えを人を助ける仕事で恩返ししたいと大阪府警に入庁。現在は住吉警察署の地域課巡査として勤務しながら、ほぼ毎日第一機動隊の練習場で研鑽に励む。大川勝博監督はまだまだ伸びしろがある。東京五輪のある五年後にはもっと実力をつけられると、 将来性に期待を寄せる。見つけ巡査も警察官の仕事をしっかりこなしながら世界で活躍する選手になりたいと目標を掲げる。2017年12月1日、重量上げの世界選手権第4日はアメリカのアナハイムで行われ、見つけはスナッチ88キロ、ジャーク115キロのトータル203キロで11位だった。この結果を 初めての世界選手権で、緊張でガチガチになってしまった。一本目を落としてしまって、どうしようと不安になった。課題が多かったので次に活かしたいと振り返る。2019年5月25日、重量上げの全日本選手権、第2日は、岩手県欧州市の江差市中央体育館で行われ、女子 71kg 級はスナッチで、日本記録を 2kg 上回る 100kg を上げた見つけ選手が、 日本記録体のトータル217キロで初優勝した。トータル220キロと目標を掲げて臨んだ女子71キログラム級だが、スナッチで狙い通り100キロを成功させて、日本記録を樹立したものの、続くジャークでは3本目に120キロに挑んだが、右ヒーチが曲がったとされて失敗。スナッチは実現できてよかったが、最後の爪が甘くて、 心残りと充実感の中にも悔しさも滲ませた。銅メダルに輝いたアジア選手権でマークした自己記録を2キロ更新し、トータル217キロまで伸ばしたが、71キログラム級は五輪階級ではないため、今後は76キログラム級に上げることを2019年2月に決断している。晴れ舞台を意識するからこそ、この日の初制覇に満足せず、記録にこだわりを見せた。 バーベルを引く強さに定評があり、上半身のトレーニングとキャッチの練習を重ねることで、より特徴が生きてきている。見つけ選手は、最近記録が伸びてきているので、どこまでいけるのか楽しみでもある。最後は、自分との戦い。しっかり練習を積んでいきたいと決意を新たにした。ありがとうございます。